映画祭を作るラジオ。この番組は日本で一番クールな国際映画祭の開催を目指すカオス東京メンバーが映画、音楽、アート、カルチャーなどエンタメ談義を交えながら映画祭立ち上げ会議の様子を配信するポッドキャスト番組です。映画監督の竹石明彦です。映画プロデューサーの山口孝彦です。さあ、というわけでなんと、はい、映画祭を作るラジオ、はい、今回で1周年おー、1周年、そっか。実はね、あっという間の1年でしたね。早い。やっぱそうそうそう、まあ、毎週一応、うん、まあね、休みなく一周空いたりとかしつつだけど、まあそうだね、大きい休みはなくやり続けましたね。ほぼ48話で、あのファーストガンダムと同じ1年、はい、そうそうそう、48話で一周したわけですよ。そうだよ。で、一年やったっていうのはね、これはすごいね。すごい、どうですか？ことですから。一年。うん。まあだから、当時はさ、知り合って2ヶ月とかのところから急にラジオ誘ってやってるからね。そうだね。そう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 、そうなんだよ、うん。2ヶ月ぐらいのところでさ、なんかちょっと話してたら、ラジオ好きってことが分かって。あ、そうそうそう。じゃあまず。ね、映画祭やりたくて、うん、映画祭をやりたいんだって声かけたいっぱいの中に、ラジオも好きっていう共通項がさらにあって。はい、そうだったよね。メイちゃんもそのラジオが好きで、うんうん、じゃあ3人でやろうって言って。うん。いやー。ね。そうだね。そうね、そっからね、そっから全てがスタートしまして。そう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 。でね、なんかこうなんとなく、じゃあ6月ぐらいから始めましょうかなんて言ってたらね。いや、本当だよ。うん。そうか、そうだよね。そう、実はね、そうなんですよ、うん、今回で一緒に48回で48。いやー、だからその間にね、我々はまずね、雑談に出会いましてね。そう、あのポッドキャストは、うん、ちょうどメイちゃんが見つけてくれて、うん、クラフトビール&ポッドキャストが、ね、あの東中の雑談さんね、そこでそれこそなんか何回もごゲストに来ていただいたりさ、メールもらってる。ああ、そうだそうだ、いやそうだ、もう確かに、そうそうか、モモンガさんはそこで会ったのか。そうそうそう、そうなんだよ。うん。もはや準レギュラーのような。準レギュラーになっているね、ね、うん、雑談の方で。そうだ。やっぱりそうだよね。そこでね、出会って。そう、だからこう。そうですよ。いや、ほっとけど、やっぱり映画を作っててさ、山口くんも僕も役者さんであるとか、うん、スタッフであるとか、はい、あと普通に映画好きであるとかってさ、うん。なんか、そういう、こう、界隈じゃないけど、こういう、そういう出会い方はするじゃんか。はいはい。好きなものが共通でってなって、うん。ポッドキャストをやることで、ポッドキャストが好きで、ラジオが好きでっていう、なんだろうな、共通項の出会い方をするから、なんかまたこう、面白い、知らない、初めて会う人が増えたなっていう。そうだよね。いや、ね、改めてこうね、ポッドキャストっていうものをさ、うんうん、よりこうね、いろんなところを知るきっかけになったし、その雑談さんにね、いろんなステッカーが置いてあるじゃないですか。あ、そうそう、あの、そう、あそこで収録されてたり、あそこにね、うん、いらっしゃる方々のステッカーがすごいもうバーって、バインダーに入ってるんだけど。入ってる。でね、映画、もちろん映画のね、ポッドキャストも気になるけど、それ以外も本当にいろんなさ、カルチャーだったりとかさ。で、そこで会った人と話してもなんかやっぱ皆さんやってて、大体ポッドキャストやられてるかも、もう仕事だったりでやられてたりとかして、で聞いてみると、でものすごい、あの、あ、そこに興味を持ってその話をしてるんだみたいな、はい、でいざ聞いてみると、いや、自分がこう扉を叩いてない世界で、とても語り代のあるものなんだこれはみたいな。いやー、面白い。だからね、これやってなかったら、こう、気づかなかった世界がいっぱいあるなっていうの、本当に。いっぱいある、いっぱいある。あと、ね、アプリとかでもさ、すごい、こう、調べるじゃん。うん。こう、あの人たち、これな、何について喋ってんだみたいな。はいはい。そうそう。な、すごいいいよね。いやーね。だからその、でも映画の話は一生してるんだけど、うん、僕らは。その前で、なんかこう、はい、出会った、それこそね、この間も来てくれたビデオキットさんもそうだし。さあ、そうだよ。で、リアルイベントもやったじゃない。いやー、あれをね、そう、一年、というか、まあ、ほぼ半年ぐらいのね、そう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 、タイミングでやれたのは、でかかったね。いやー、そう。で、ね、まあ、集まってさ、で、横山さんも DJ してくれて。そうだよ。でも、あの、僕が、こう、
追い出されに追い出されたというか、もう逃避するように逃げた職場で、はい、すごく優しくしてくれた、吉弘さんをなんか改めてゲストと呼ぶ、ね、して呼ぶ、そう呼びするっていうね。これもまたすごい縁だよね。今やっぱり改めて話を聞くとさ。そうだね。もう、そうそうそう。まあでもなんか、そう、前も話したかもしれないけど、本当に、吉弘さんが映画を紹介する場で、まあなんかもう、時効だから言うと、本当にその、スタッフの皆さんは、まあまあもちろんお仕事が忙しいから、僕は当時、まあ、まあ別に週5でいたけど、バイトだったから、まあ、なんだろうな、もう、僕ら普通に当たり前にさ、あ、休みだ映画行こうみたいになるじゃん。はい。だから紹介される映画とかも、前情報があって、あ、それ楽しみなんですよみたいに、他のスタッフの方よりも先に喋っちゃうから。そう、まあ食いついてね。そうそう。っていうか、他の人たち知らないし、みたいな。今日撮影前にちょっと予告見たんですけど、みたいなこと言うから、そこでね、なんかすごい覚えててくれて。そうか。そう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 ねえ。いや、まあでも、そうとね、やっぱりそこでこう、ね、実際紹介した映画を見たっていうのはね、すごく。そう、だから、そう、もう本当に共通項、はい、吉野さんもそうだし、映画っていう、生音楽さん、ビデオキットさんもそうだし、何かがきっかけで、こう、つながって、うん、で、うん、もう、なんだろう、何かを、何かやりたいですねっていう、よく僕ら、本当に、そこで山口くんとかもすごい、いっぱい言ってると思うけど、いろんな人と。はいはい、なかなかこう形にならないことの方が多いじゃないですか、うん、っていう中で、まあ、ポッドキャストやっててこれの話今の話めちゃくちゃ面白いんで一緒にここで話してくださいよってすごくなんかアクセスしやすいなと思って今後もねちょっといろんな資格を混ぜつつ映画祭を本当に映画祭を ね作りたいですよね。いやね、だから本当にいい試金石のイベントがね、まずできたっていうことは、ね、大きかったし、うん、ね、その上で、ね、きちんとね、いろんな人呼べたし、うんうんうん、ね、だからこっからね、またどういうことをやるのか、やれるのか、うんうんうん、ね、ちょっと、やっぱ動きたいですよね、映画祭を。そうだね、うん、そろそろ、ちょっと映画祭よね。で、ちょっとね、うん、リアルイベントではないんだけど、一個、はい、なんか今風な、こう、施策がちょっと実はアイディアがあって、はい。これをすることで、また新たな人が、うん。今までその、あ、なんかすごい、映画とか映画の話をしてんのかよ、と思って聞いてなかった人とかも意外と、あ、意外とそうじゃないかもっていうきっかけになれるのではないかなっていう、ほうほう。ちょっと施策をね、ちょっと考えてるんで、そこもまたちょっと詰めていけたら、はい、そうですね。ちょっとね、また詰めて。そうそうそう、まあ、とはいえね、だから僕らは映画を作り、映画を日々見て、うん、とにかくこう、言い知れぬこの誰かと共有したいこの感情をこう、うん、もう本当どこにもできないから、ポッドキャストやろうぜみたいなところではあるんで、もうね、まあまあ、お察しの通りなんだけど、もう今日もね、言いたくてしょうがないわけよ。なんか喋りたい映画がありそうっすね、なんか。そう、いや、前々回ぐらいに、はい。いや、もう今年ベスト出たわって言った。それは、あれですね、ありふれた教室でしたね。があって、いや、まあ、本当に素晴らしい映画で、はい、今も多分まだ、やってるところは全然あると思うから、はい、ぜひ見れる方は本当に、何の無駄がなくて、うん、キャラ立てができてて、すごくシリアスで笑えない話なんだけど、なんだろうな、全キャラの立て方が上手すぎて面白すぎて、ちょっと笑っちゃうみたいな、そして、ね、わ、楽しいっていう拍手が心から拍手が出てしまうような気持ちになる映画だったんだけど。うん、だけどももうなん、やっぱ読後感見終わった後にさ、ふうってなることってあるじゃないですか。はい、映画その、なんだ、まあ、言語化しづらいけどわかるよ。なんとなくその、映画を見た後の、そう独特のこう、高鳴りというか。なんだろう、なんか、ありふれた教室が、うん。素晴らしいみたいな、感じの。どっしりくる感じね。っていう、多分、うんうん、余韻の感じだとしたら、うん、ちょっと今日も話、もうね、まあ、チャレンジャーズを見たんですよ。チャレンジャーズは、僕もちょっと映画館で予告しか見てないんですけど、ゼンデイヤ。そう、スパイダーマンの、で、実際にね、トム・ホランドと一緒に写ってる写真もいっぱい撮られてて、おなじみ、ゼンデイヤさん。
そうですね、もう、まあね、今やね、トップスターですからね、本当に。いや、もう本当にそうだし、あれ、はい、だデューンも出てるし。デューンもね、出てるし、だから、いや、で、本当に素晴らしい、なんて言うんだろうね、この、今のこう、対策映画には欠かせないタイプの。もう、ヤング世代の、もう、うん、ドセンターにスターじゃないですか。ね、はい。っていうゼンデイヤが、プロデューサー兼主演をして、はい、あ、プロデューサーもやってんだ。そう、ここがね、めちゃくちゃ、ちょっと大事なんですよ。プロデューサー兼主演をして、うん、ルカ・ガダニーノっていうイタリア人の、はいはい、まだ、うん、一番有名なのは君の名前で僕を呼んでとかの、あ、ティモシー・シャラメの出世作ですね。監督に、まあ、自分主演の作品で、チャレンジャーズっていう、うん、はい、テニスの話の映画を、はい、まあ、作らせたというか、作っていて。で、まあまあまあ予告の感じもなんかちょっとイケイケなやっぱ劇版が、で、音楽も、トレント・レズナーで、ちょっとこうハイテンションな感じで。そうそうそう、そう、うん。ちょっと、なんか、まあ、なんだろうな、イケイケなんですよ、本当に。で、うん、その打ち込みなんだけど、そんなまあ、ナインチネイズ、トレント・レズナー、うん、はい、トレント・レズナーと、なんて言うんだっけ、アッカッシュ・ロスみたいな人。あのさ、要するに、ドラゴンタトゥーの女以降の、はい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 、はい、フィンチャー組の音楽なんですってよ。なるほどね。だから、ああ、じゃあやっぱりちょっと、やっぱ、ね。なんか、色気があって、イケイケの、もう音楽たち。うん。が、いいね。あの、はい、なんだけど、基本的にほとんどのシーン、ずっこける、そんな仰々しい音楽をかけるんですかみたいな使い方をするんですよ。うん、ほとんどのシーン。その音楽が何、そのちょっと笑いというか、いや、格好良すぎるから、うんうんうん、何気ないとか、なんならちょっと情けない人が無理って言ってるところ、うんうん、おー頑張るかもって言ったら、なんかちょっとバカバカしいぐらい、うん、アゲアゲな曲がかかるみたいな、冒頭にそういうシーンだったりとか、うんうん、っていうぐらい、なんかもう後から、はい、地味にスルーしちゃいけない映画だぞみたいな要素がこう見えてきて、なるほど、うんうんうん、でまあどんな話、これ説明がちょっとややこしいんだけど、そうだから予告を見るとさ、そのゼンデイヤさんがもともとすごいテニスプレイヤーだったんだけど、うんうんうん、なんか引退を余儀なくされて、そしたらなんかそのゼンデイヤさんにこう思いを寄せてるのかなみたいな、なんか二人の男がこうね、ゼンデイヤにこう言い寄ってくる中、勝った方と付き合ってあげる的な、なんかそんな予告でしたけど。そう。まさに、山口君が言った通り、予告の感じとか、うん、まあその表層的な部分で言うと、うん、まあ、あらすじでもまあ書かれているんだけど、うんうん、まあ、ゼンデイヤ演じるタシ・ダンカンっていう、うん、まあ、ジュニア時代からアディダスと契約しちゃうような。あ、もうすごい人だ。スーパースター。うんうん、で、大学生になったらもう、スタンフォードなんだけど、はい、もう、他市の T シャツが学食で売られてるみたいな、ような選手と、同じ街、同じエリアの大会で、ダブルスで、優勝してる、ファイヤー&アイスっていうクソダセー、あの、コンビ名でやってる、片っぽは育ちがいい、アートくんっていう、まあ、後に、まあ、ウィンブルドンとかも優勝してる設定にもなってる、まあ、もちろん架空の選手なんだけど、なるほど。架空の話なんだ。そう。全部フィクションなんだけど。うん、あ、フィクションなんだ、ね。だから、うんうん、フィクションなんだけど、ちょっと史実をなんか織り交ぜてて。だからこう30代のアートは、ディマリアと戦って負けてたりするわけよ。あ、その、ちゃんと、リアルテニスみたいなところか。そう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 。だから、例えとして適切かわかんないけど、ドカベンみたいな話だよね。あ、そう。空想の選手だけど、プロ選手が登場するみたいな。まあ、そう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 。で、アートはまあ育ちも良くて、でまあその大人になってプロになって、はい、うん、ユニクロと契約してんですね。ああ、まあジョコビッチですな。錦織ですな。そう。ただ、こうユニクロの使われ方が、まあいいのか悪いのか微妙なところなんだけど、おー、ウィンブルドン優勝してんだけど、落ち目なんですよ、ちょっと。グランドスラムできてる。なるほど。あら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 、うんうんうん。うん、っていうまあキャリアのアートと、はい、うん、あと、パトリックっていうその、要はファイアンドアイスの相方。はい、うんうんうん、ちょっとそやで、はいはい、いつもなんかちょっとお腹空いてて、うんうん、ちょっとなんか武将髭とか流行ってたんで、マッチョな感じで、うんうん、お前の、それなんかチュロスもらうぜとか、お前のホットドッグちょっとよこせとか、すいません、お腹空いてるんで、はいはい、そのサンドイッチ食べていいっすか、うんうん、みたいな、
で、ちょっとなんか多分、二人よりは、なんかこう、経済的に、うん、決して貧乏とかじゃないと思うんだけど、うん、なんかそのテニス界ってやっぱさ、すごく裕福なお家の出の子が多いじゃないですか、その世の中だと。うん、だからなんか、ちょっとこう、劣等感がある。なるほどね。だけど人懐っこくて、まあなんかちょっとプレイボーイ味もあるみたいな。ああ、なるほど。二人が、タッシュと出会って、タッシュをコーチになってくれって取り合うみたいな話っぽいじゃん。うん。だから僕もなんか、その、タッチとかそういう感じかなみたいな思ってた、ね。いやいや、まさにそのイメージだよね。奪い合いの、こう、三角関係じゃないけど、なんかね。そうね。そのふりをした、こうもう、はっきり誤解を恐れずに言うと、そのタッチのような三角関係ラブコメのふりをした、ゼンデイヤという超みんなが憧れる美少女が実は、もう言葉を恐れずに言うと不女子で、推しカップ、13年前に見つけた推しカップリングを13年かけて最高の尊い状態にしてカモンする映画なんですよ。ちょっえ、なんか確かに予告編、ちょっと怪しい描写はあったけど。まあ、そう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 。で、これ、そびっくりしてる。今すごいいや、俺今ね、すげえびっくりしてる。びっくりしてる。これでも、ネタバレ、それがオチだったら、うん、言えないんだけど、まだ山口見てないから、うんうん、これを知っとくことでめちゃくちゃラストの、おーっていう上がり方が多分変わる気がするんですよ。何それやっぱ確かに物語的にも、どっちとくっつくの、どっちとくっつくのっていう風になるし、まず大前提、冒頭の話をすると、30代のアートが、ベッドでもうテーピング巻き巻きの状態で起きると、流しに下着姿のゼンデイヤがいて、要はもう二人は結婚して子供もいるんですよ。はい。っていう状態で、で、まあ、だからもう、タッシュっていうかゼンデイヤはもう、引退をとっくにしてて、アートのコーチになってて、もう引退したがってるアートをグランドスラムさせるために躍起になっているっていう、なるほど、ね、ちょっと倦怠感のある夫婦、から始まって、で、ちょっと自信をつけさせるために、はい、ちょっと田舎町で大会出ないっつって、うん、出る大会の名前がチャレンジャーズっていう大会で、でそこから時間が飛んで、決勝戦。一番の特等生、チャレンジャーズ。まあ言ってもその別にさ、めちゃくちゃでかい大会じゃないけど、まあ町一番の大会の特等席、ネットの先の特等席でゼンデイヤが、座ってて、真ん中、ちょうどネットの真ん中のとこ、で、アートがサーブする先には、かつてペアを組んでたパトリックがいるっていう。はぁー。で、決勝戦が始まって、はい、で、この二人の間、もっと言うとタッシュとこの三人の間に何があったのかっていう。話なんですけど、うん、さっき言ったからやっぱその、どっちと付き合うの、本当はどっちが好きなの、どっちを育てたいのみたいのが、いや、最初、ミスリードとしてあるんですよ。うん。けど、さっき言ったことを頭に置いといてみると、最初からゼンデイヤ演じるタシの目的は、最初から一貫してるわけよ。いや、すごい映画だね、それは。そう。で、それを、うん。誤解を恐れずに言うと、ルカ・ガダニーの、君の名前で僕を呼んで、の、ルカ・ガダリーノが撮ってる。でも、当たり前だよ、あんたっていう。そうだよ、そっか。うん、そうだよね。その人で、考えてみれば確かに。だからもう、本当に今回は誤解を恐れずに言うがめちゃくちゃ多いんだけど、要するにスパイダーマンやデューンで儲かったお金を、資材を投げ打って、最高のシチュエーションの推しカップリングを最高の作家に、お金を渡して、私のための同人誌を作ってくれみたいな話なわけよ。いや、まあ、なんかそういう話で、要はね。そうそう。これはなんかすごいね。で、これだ、例えばそれが、本当に男女のブロマンスからちょっと恋愛もあるよみたいな、ただ映画として描かれてて、タッシュという存在がなかったら、こういう言い方はしないし、クイア映画として話すんだけど、この映画の主人公ってあくまで全然嫌なのよ。ああ。だから、なるほどね。これは全腐女子の夢だわと、まあ全然男ですし、ヘテロな僕が言うのもおこがましい話なんですが、めちゃくちゃ、ってなって。いや、確かにすごいね。そう考えると、その、要はルカ・ガダニーノにさ、ね、まあ、
当然そんなさ、あの、キャリアの通じてさ、うん、まあ、ゼンディーヤを主演に据えてなんか撮るみたいなさ、うんうんうん、タイプではあまりなかった印象だ。まあ、そうだね。うん。中で、いやー、今回じゃあね、そのゼンディーヤからプロデューサーとして、ね、うん、やっていく中で、なるほどね。そう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 。いや、すごい、本当にね、今、極力内容的なネタバレはしないんだけど、うん、もう本当、ゼンデイヤがそのラストを勝ち取る、うん、ラストをゼンデイヤが、ラストシーンを見るために、あの、劇中のキャラクターの話ね、すっごい何年も何年も試行錯誤してるのが面白いわけ。後からそう思うと。すごいなぁ。あ、そういう話なのか、みたいな。ちょっと今めちゃくちゃ気になってるし、うん、それを、その、この、年齢でゼンデイヤがやっちゃうあたりもすごいなっていう、ただものじゃないなというか。逆にね、この年齢だからこそっていうか。ああ、なるほどね。あると思う。その、なんだろうな。だからある種、まあ、その、まあ、さ、僕もすごいめちゃくちゃ専門ではないけど、その、いわゆる、クイア映画としてっていうことではなく、この二人のこの尊い、この状態がみたいな、みたいを、その純粋、なんかこう、よくも悪くも、消費者的純粋者と、うん。なんだろうな、大人かつ、まあ、プロとしての、商業的な目線のバランスがめちゃくちゃ良くて。だから、多分あれだよね、クイア映画として、その、なんか、まあ、いわゆる、こう、なんていうか、少しこう、大人な目線というか、現代社会の問題意識を、あ、そう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 。描くっていう作品のアプローチが多い中で、いやもう逆にね、多分、いやこれ、この二人のカップリング最高じゃんみたいなのを、もう、ただただ、そう、うん。で、それゆえに、まあ、ビルマークス、あまりにもちょっと、まあ、タシがもともとすごい下品な言葉遣いをするっていう、友達仲良くなってくると、っていうキャラクターなのも相ま、あるんだけど、あの、で、プラス、タシが、とある、まあ、予告にもなってる三人でのキスシーンの時に、十字のネックレスをしてるわけ。うん。これも際どい評価もしんないけど。そうだよね、確かにね。で、十字のネックレスをしてる人が、ラストのラストにあの言葉を吐くということが、スラング的にどういう意味かっていうのが、バカだなーって思うんだけど、もう拍手なわけよ、うん。なるほどね。いや、ちょっと気になる。すごい気になるし、なんか逆にこう、日本人に合ってるかもしれないね。いや、そう、だからあれ、うん、マジで、もう今年、ベース、現状ベストなんだけど、自分の中では、うん。予告も宣伝も、多分、あの、これを美味しいと思う人には刺さってねえ、みたいな感じがすごいもったいなくて。いや、それ、これはそうだね。だから、ねえ、ほら、日本のなんかこの、カルチャーにおける LGBT っていうのはなんか、ね、むしろそっちの文化がやっぱ強かったわけじゃないか。不女子的な文化みたいな。まあそうそう、それこそ僕らがなんか中学生ぐらいの時とかさ、うん、やっぱそういうアニメ漫画すごい多かったし、うん、ね。だから、もっとね、なんか、そこが好きな人で、しかも、なんだろうな、こう予告の感じ、まあだからその、うん、ちょっと、性描写的な部分が強そうなのかと思いきや、うん、違うんだよね、もう。タシの、もう、うん、まあだからこう、僕、フィルマークスに書いてる絶頂系映画って書いてるんだけど、うん、タシのピークは、そこじゃないんだよねっていう。うん、なるほど。うわもうなんか、言いて、言いたいから早く見て。はい、わかりました。ちょっと、これは、絶対、ちょっと絶対見に行こう、なんか。うん、今、なんか、一番最優先順位。こう優先順位でこう最上位に上がりました、ちょっと今。曲もいいし、あと、その、まあ、うん、メイキングが最近出てる、ラストの、まあ、うん、言ってもやっぱ男同士の、長年の友情的な部分の、うん、それが田舎町のチャレンジャーズっていうダッセー名前の大会だけど、己のキャリア全部取っ払って1対1の戦いになる瞬間があるんですよ。はい。まあもう、それはもう、うん、冒頭から決勝戦やってるからね。そうだね、うん。そこがね、ちょっとピンポンっぽさもあって、あスマイル対ペコみたいな。なるほどね、うん。それはいいな。いや、ちょっと、うん、見てみます。なんか好きそうな要素も詰まってるし、でもなんか、すごい、なんか、ある種いい意味の不気味さを今すごい感じたので、うん、紹介から。あの、それこそ、うん、来るのが分かっててさ、
はい、ドツボに刺さってくるタイプの映画っていっぱいあるじゃん。おー、まあありますね。みたいな、うん、これ、うん、すごい、めちゃくちゃテンション上がってんのに、これどうなんの、どうなんの、どこに行くの、どこに行くの、あー、そっか、主演はお前だったーっ、うん、そっち、なるほどね。エドロール行って、ルカ・ガダニーノ、うん、ディレクトバイ・ルカ・ガダニーノ、プロデュースドバイ、ゼンダイヤ、なるほど。それで全てが納得するわけか。そうそう。なるほど。いや、ちょっと、ぜひぜひ、見てみたいと思います。はい。いや、もう、もう、マジ、これが言いたすぎて、ずっと早く、収録をめちゃめちゃ心待ちして、もう一人でずっと喋ってたみたいになっちゃって、申し訳ないんだけど。はい。そう。いやいや、ちょっと、本当ちょっと見たら、ちょっとまた話しましょうっていうところで。はい。ちょっとあの、ね、皆さんも聞いてる方も、ちょっと、チャレンジャーズ見たら、ちょっと、あの、メールください。ね、ぜひ、これね、コメント欲しいですね、うん。はい、ぜひぜひ送ってください。意外とね、フィノワークス、あさっても、うん、そう、ゼンデイヤが、そう、年月をかけて推しカポを育てる映画だと思ってる人が、僕以外もう一人ぐらいしかいなかったんで。あら、ちょっとじゃあ、いろんな見方がね、できるってことで、ちょっと我こそはっていう方がいたら、ぜひちょっと連絡してください、はい、というところで、はい。はい。映画祭を作るラジオは、毎週各種ポッドキャスト、Spotify、YouTube にて配信中です。興味のある方は、フォロー、まだ、メッセージをお待ちしております。ぜひ、映画祭を一緒に作りたいです。イベントでこんな企画やってほしい、この映画面白かったなど何でも結構です。概要欄のフォームから受け付けております。メンバーおのおの X やユースフィルムの X、 インスタグラムにて程よく発信中です。よろしければフォロー、リツイート。それでは今日の会議はここまでです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。